こんにちは、Gです。今回は Ubuntu で DVD を使えるようにします。ラズパイでは標準では DVD は利用できません。DVD を使うにはハードウェアデコードが必要だったことから別に MPEG-2 のライセンスキーが必要でした。ラズパイ4で性能が上がってソフトデコードできるのでライセンスは不要で逆に購入してもアクティベートできなくなっています。ではインストールを始めましょう。インストール作業は3ステップなんですが、ちょっとコマンドが長かったりするのでゆっくりやります。はじめはマルチメディアコーディックのインストールです。sudo apt install ubuntu restricted extrust type。ライセンスがいるよと言われるので、右矢印キーを押して、了解でリターンキー。ライセンス条件を承諾するか聞かれるので、左右矢印キーで、はいを選択してリターン。一旦画面をきれいにしますね。次は長いコマンドです。画面にある4つのライブラリーをインストールするんですが、コマンドライン1行で済ますので長くなりました。お試しの際には動画の説明欄からコピペいただくと間違いありません。自動でコンパイルしてインストールするけどいいかと聞いてきますので、了解を選んでリターンキー。もう一度聞いてくるので、了解を選んでリターンキー。自動アップグレードするかと聞いてきますので、はいを選んでリターンキー。最後にコマンドでLibDVD パッケージの再設定を行います。sudo dpackage reconfigure libdvd パッケージとタイプ。インストールしていいか聞いてきますので、はいを選んでリターンキー。インストールが終わったので、リスタートします。DVD がマウントされるとき、ウィンドウが開いて、どのアプリで開くか選択できます。VLC を選んで OK ボタンをクリックします。コピーライトの関係上、再生動画はモザイクをかけて、音声は消してあります。まあ、でも誰が見てもわかる映画ですよね。少し長めですが、DVD メニュー画面を再生後、本編の一部を再生してみます。ちゃんと動く確認は編集なしじゃないと意味がないので、1分程度ですけど、しばらくはモザイクをお楽しみください。動作確認で何種類かの DVD を試します。ところで DVD はともかくオーディオ CD がマウントできないんですよね。ファイルシステムがないから標準のままではマウントされないのは当たり前なんですけど、 CD マウントしたくて ISO 9660とかジオマウントとかいろいろ試したんですけどダメでした。どなたか方法ご存知ならコメントで教えていただけたら嬉しいです。VLC のウィンドウを閉じます。デスクトップの DVD アイコンを右クリックして
取り出すを選ぶと DVD ドライブからディスクが吐き出されます。次はアニメを選んでみました。3年ぐらい前にスカーレット・ヨハンソンで映画化されたやつのオリジナル版ですね。 VLC で再生しますが、全タイトルで画像のモザイクと音声の消去をしますのでご了解ください。ところでこの映画は Amazon UK で買ったもので、NTSC ではなくてパル仕様です。日本の古い映画なんかは国内で買うよりヨーロッパの方がめちゃくちゃ安いんです。それから DVD には著作権保護のためのリージョンコードが割り当てられてるんですが、ヨーロッパと日本はリージョンコード同じなんです。だからどうしたんだってことですけど、今度は黒沢映画を試します。海外での評価は知らないけど、個人的には大好きな映画です。デジタルリマスター作品って DVD で十分ですよね。ブルーレイはライセンス高いから DVD のようには普及しないで、このまま消えるんかな。高画質といってもストリーミングで十分だし、ブルーレイドライブいらないな。セルロイドでも DVD 再生を試したんですが、メニュー画面が表示されず、いきなり本編が始まります。同じ DVD を VLC で再生した動画と比較できるように並べてみました。VLC ではメニュー画面が表示されて、本編スタートをクリックしないと再生が始まりません。つまり、セルロイドはあまり DVD フレンドリーじゃないってことですよね。映画はちょっと古いアメリカのテレビドラマです。これ今 Amazon プライムで全部見れます。100話もあるんで時間かかりますけどね。DVD ドライブは iMac 外付け用に買った古いものを使用しています。こんなやつ。2000円ほどの安いドライブですが、中身は中国製ではなく松下製です。 USB ドライブを直接ラズパイの USB ポートに挿すのは絶対ダメです。必ずセルフパワーの USB ハブ経由で使用してください。そうじゃないと動作が不安定だったり、マウントできないなどのトラブルに悩まされます。私はこんな感じで使ってます。ピンクのが USB ハブです。ご注意いただきたいのは、セルフパワーでも容量小さいと意味がありません。せっかく DVD が使えるようになったので、リッピングも試してみたいと思います。ハンドブレークをインストールするんですが、コマンドじゃなくてスマートにやってみます。コントロールセンターからソフトウェアブティックをクリックします。上のアイコンで右から2番目をクリック。シナプティックパッケージマネージャー、ソフトウェア、いずれもインストールボタンをクリックしてください。今は作業予約しただけの状態なので、上のアイコンをクリックします。作業を進めるボタンをクリックしてインストールを行います。終わったらもう一度2番目のアイコンをクリック。ソフトウェア右側のランチをクリックします。カテゴリーでオーディオ&ビデオをクリック。
ハンドブレークアイコンをクリックしてください。インストールボタンをクリック。インストールが終わったら、全部のウィンドウを閉じます。ハンドブレークちゃんとインストールできてますね。では DVD を読み込んで、リッピングを試してみましょう。この動画は、技術的評価を目的としてリッピングしています。複製を推奨するものではありません。タイトルのポップアップメニューでリッピングするタイトルを選びます。プリセットは DVD 画質なんで、ファースト 480p でいいでしょう。ビデオとオーディオの設定を確認します。字幕はすべて追加にしてみます。ファイル名を変更して、開始ボタンを押すか、Q に追加します。ここでは Q から開始ボタンをクリックします。この映画は約2時間。エンコード時間は約50分ほどです。遅いと言えばそうなんだけど、消費電力の小さなラズパイで動画変換やリッピングが簡単にできるのは少し前には夢物語でしたね。特に H265 変換は PC でやっても遅いんだから、ラズパイで10倍や20倍時間がかかってもバッチ処理でできるまでほっときゃいいので、それなりに使えるんじゃないでしょうか。もちろんそれなりのストレージがいるので、さすがに SD では無理ですけど。ご承知の通り、DVD の複製は違法です。この動画は技術的評価を目的としています。エンコード作業が終わりましたね。ファイルがちゃんとできてるか確認します。ファイルサイズ約 900MB。うまくエンコードできたようですね。DVD は安定していますが、20種類程度のディスクを試しただけです。うまく再生できない DVD があるかもしれませんが、わかりません。ハンドブレークのリッピングは、この動画の評価以外では試してないんですが、コピーガード付きの DVD のリッピングは当然無理と思います。動画変換はすごく快適です。ラズパイでハンドブレーク、いいですね。アプリが少し不安定で落ちることがあるんですが、再起動した時、Q が壊れてなければ、そのまま継続してエンコードできます。今回もご覧いただきありがとうございました。さて、すっかり秋らしくなりましたね。ところで、先月のインフルエンザの感染者数は、去年の1000分の1だったそうです。コロナでみんなが消毒と手洗いをするようになったことが功を奏したとのことです。とてもいいことなんだけど、じゃあ今まではどれだけ汚かったんだ？ではまた次回。